最近テーマとしているのが愛、感謝、内なる平和っていうのを自分の中で3つテーマにしてやってます。感謝はもともと母親が座右の銘に謙虚謙遜感謝の気持ちっていうのを忘れずに生きなさいっていうのを言ってくれたので、感謝の気持ちっていうのはずっと自分の中にあったんですけど、それに加えてこう最近菜食、お肉を控える食生活をしていて、そこでこういろいろ調べていくうちに動物愛護の観点からお肉をやめたんですけど、それをやっていくうちにこう自分への愛、こう優しく自分に対して優しくするっていうのを気づき始めて、今までは結構テニスしていて勝つことが成功みたいなことを考えていたんですけど、自分の成長に目を向けたりだとか、こう自分に優しくすることでこう内側からこうエネルギーを発していくっていうことが大切なことなんだっていうことに気づいて、今はそれをテーマにやっています。